キリアン・ジョルネ・ブルガーダは、スペインの山岳スキー競技、トレイルランニング、自転車競技、そしてデュアソロンの選手である。キリアンは、スペイン、カタルーニア州バルセロナ県の都市、サバデー出身。1999年から山岳スキー競技をはじめ、2000年に、スペインのラ・モリーナスキー場で行われた、スパニッシュカップで、初めて大会に出場した。 2003年には、山岳スキー競技のスペインジュニア代表メンバーとなり、2007年には、スペイン代表として、競技に出場した。キリアンは、山岳スキー競技だけでなく、トレイルランニングの競技者でもあるが、2007年、2008年、および2009年のスカイランナーワールドシリーズ3連覇を達成したり、ウルトラトレールデューモンブランを3回制覇するなど、 年齢的には、まだ若いにもかかわらず、数々の栄誉を成し遂げている。キリアンは、トレイルランニングだけではなく、アルパインクライミングも行っている。2012年からは、サマッツ・オブ・マイ・ライフと題した彼個人のプロジェクトに、挑戦。モンブラン、マッター・ホルン、エルブルス、デナリ、エベレストでのスピード記録を目指していた。2017年には、エベレストを、チベット側から単独。 無酸素、固定ロープを使用せずに1週間で2回登頂。2回目の登頂では、ベースキャンプから28時間30分で山頂を往復した。キリアンは、ウーリーステックと共にモンブランやマッターホルンにも登っている。ありがとうございます。